さあ、フォアポジションの車両が来ましたよ。さあ、メインストレートは下りですから、もうひょっとしたらここクラッチ来てたかもしれない。さあ、今ゆっくりと前回クラッチ戦で優勝を飾りました AU、 この GRX から黒井翔が、さあ、DT500 号、今27号車を、そしてライバルたちを追い込めてみながら、メカニックが指を指す、そのグリッドにマシンを持ってきました。カーナンバー36、今ポールポジションの場所にマシンをピタリつけました。